誰かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め完了したペガスと共に、テッカマンブレードの放ったハイコートボルテッカは見事に宿敵エビルのサイボルテッカを打ち砕いた。だがこの戦いでDボーイとの再会を果たしたミユキ、テッカマンレイピアはエビルの攻撃により重傷を負ってしまった。そしてミユキ、もう全てを話してくれてもいい頃じゃないか、相葉タカヤ。なぜそれを。悪いが全て調べさせてもらった。君のこと、君の父相葉構造とアルゴス号のこと。アルゴス号。アルゴス号、どっかで聞いたことがあるな。ああ、あれよ、ほら3年前のタイタン調査船。ああ、あの船ごと消息を絶った。そう、私はそのタイタン調査団の事件を調べるうちに、団長相葉構造の息子の中に高谷深夜の名があることに気づいた。そしてその深夜と高谷が双子の兄弟だということ。するってと D ボーイの本名が相葉高谷。どういうこと？ D ボーイは記憶喪失じゃなかったの？いや、最初から記憶などなくしてはいない。ただ自分の過去を知られたくなかった。そうだな、相葉高谷。俺は D ボーイだ。チーフ、 AB 型の血液が不足しています。誰か献血しよう。ミユキ、俺の血を使ってくれ。血液型は同じだ。頼む、ミユキを。 D ボーイ、私もアキ。D ボーイ、私にとってあなたは相葉高也ではなく D ボーイよ。たとえどんな過去があなたにあろうと。アキ。エビルよ。テッカマンオメガ。裏切り者ブレードとレイピアの始末に失敗したようだな。すでにダガーがブレードに葬られ、お前までが傷を負わされようとは情けないとは思わんか。この屈辱は忘れない。良いかエビル、ブレードがレイピアと接触した以上、我々の秘密は奴に知られてしまったと思え。残るテッカマンが目覚め次第、どんなことをしてでもブレードを葬れ。1分1秒たりとも長く
裏切り者を生かしておいてはならぬ。ああ、わかったよ。ミユキ。D ボーイ、貧血を起こすわ。しばらく横になってないとダメよ。でもミユキが。心配ないわ。手術は成功したんだから。集中治療室に移して様子を見るだけよ。ありがとう、アキ。アルゴス号は、俺たちの乗った宇宙船アルゴス号は太陽系でまだ開拓されていない土星とその衛星を調査する目的で地球を離れた。あれは船が土星のリング付近に差し掛かった時に起こった。前方の空間に歪みが発生しています。バカな、こんな区域に重力波とは。歪み、さらに増大中。ミユキ、スクリーンに転映してくれ。はい。これはバカな。お父さん。父さん、何なのあれ。地球のものではないな。え、まさかエイリアン。歪み、急速に増大。いかん、重力波に巻き込まれると。コース変更だ。ダメだよ、間に合わない。ラダムの宇宙船だった。突然だったが、地球人で最初のエイリアンとのコンタクトだ。俺たちの胸は高鳴った。それが悪夢への入り口とは知らず。被害は？ B4、B6 ブロックが衝突のショックで破損したけど、大したことはないよ。居住エリア、機関部、エネルギーユニットも異常なし。生命維持装置関係も被害なし。よし、とりあえずは安心か。でミユキ、向こうからのコンタクトは？ないの。それどころか生命反応もないわ。何？幽霊船。宇宙のフライングダッチマン、マリーセレストってわけかい？ただ植物の反応があるの。それもかなり強い。食べ物だけ残していったのかな。とにかく調べなきゃ。父さん、健吾兄さんたちを起こした方がいいんじゃないかな。みゆき、第二班を生命維持装置から起こしておいてくれないか。私たちは先に調査に出る。はい。イッホーこれで相葉ファミリーの名は有名になるね。一番乗りは俺だ。あ、ずるいよ兄さんアルゴス号には D ボーイの一家が全員乗っていたのか。なんてこった。ディボーイかわいそう。そして悪夢が始まった。それまで幸せだった俺たち一家がズタズタに引き裂かれる悪夢が。一体何なんだろうねこれ。わからん、まあ、気をつけろ。高谷も深夜有害な物質かもしれない。え、とにかく用心して調査してくれ。なんだ。
それがテックシステムだった。どうしようもなかった。奴らは俺たちだけでなくアルゴス号にも乗り移り、ケンゴ兄さんやミユキまで。ディーボーイ、アルゴス号を完全に支配した。テックシステムには体質的に合うものと合わないものとがいる。合わないものはテッカマンになれず次々と死んでいった。生き残った俺たちは奴らにラダムの知識や本能を植え込まれていった。テッカマンとしてラダムの有能な兵器となるために。ディーボーイ、あなたの他にテッカマンは何人いるの？俺の知る限り7人。いや、ダガーは倒したから今は6人。俺たちが知ってるのはそのうち2人。あのテッカマンエビルとかいう野郎と同じ敵があと4人もか。チーフ、地球は本当に大丈夫なんですか？そんな敵が相手じゃあっという間に征服されちゃうんじゃないですか？やれやれ、こりゃチョコバーを食えるのもいつまでやら。あん、私甘さんにでもなってお祈りしちゃおうかしら。いや、祈りなど役に立ちはしない。我々がやらねばならないことはまず戦うことだ。Dボーイのようにな。でもどうしてDボーイだけがラダムに支配されずに済んだの？父さんさ。お父様？ああ、父さんは俺たちより早くテックシステムから解放された。いや、排除されたんだ。俺はテックシステムに取り込まれたままだったが、それを感じることができた。目的は知ったな。私には分かる。お前だけがまだ奴らの精神支配を受けていないことが。奴らが目論んでいる人体改造にはそれに適合した肉体が必要らしい。どうやら私はそれに失格したようだ。だがおかげでお前というわずかな希望を見つけることができた。頼むぞ高谷。待って、父さん。父さんは俺をどうするつもりなの？まさか父さんは。お前を地球に送る。嫌だ。父さんや他のみんなを残していくなんて。私はもう助かりはしない。だがお前にはやらねばならぬ使命がある。辛いことだが私もできるだけのことはしてみる。もう時間がない。奴らは私を排除しに来たんだ。排除？体質が合わずテッカマンになれない私はこいつらにとっては体内に入った病原菌に過ぎない。白血球が病原菌を殺すようなものだ。父さん。タカヤ、お前の使命とは奴らに肉体を乗っ取られた深夜やミユキをお前の手で倒すことだ。そんな。辛いのはわかる。だがお前にはわかっているはずだ。お前がやらなければ全人類は滅亡する。ラダムの目的は地球の侵略なんだ。さらばだタカヤ、この名前も今日から忘れるんだ。お前が倒す相手は兄でも弟でもない侵略者ラダムなのだ。どうだ。
兄さん、深夜、みゆき。アキ、俺のために泣いてくれるのか。当たり前でしょ。涙を見せんじゃねえ。そしてどのくらいの時が経ったんだろう。カプセルの中で俺は感知した。他のテッカマンが目覚め始めたの。俺の乗った脱出カプセルは地球にたどり着くまで半年以上はかかっただろう。その間に地球では約オービタルリング付近に到着した俺はもう相葉高也ではなかった。俺は自らの使命を果たすために戦いを始めた。みんなの知っての通りだ。チーフ、患者が目を覚ましました。うん。ディボーイ、妹さんが気がついたって。ミユキが。行きましょう。あ、ミユキ。みゆき、お兄ちゃん。みゆき、みゆき、会いたかった。お兄ちゃん、探したのよ。お兄ちゃん、私一生懸命探したの。みゆき、どうしてもどうしても伝えなきゃいけないことがあって。私が死ぬ前に。死ぬ？どういうことだ。死ぬってミユキ。私はお父さんと同じ、お父さんと同じ排除された不完全なテッカマンなの。
高谷とみゆき、ようやく再会した宿命の兄弟はひとときの安らぎを得る。だがそこに現れた4つの影。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、新たなる悪魔、仮面の下の涙を拭う。